はい、皆さんこんにちは。ワンダリ第5ングのフィッ章、シュです。慟哭。今回は戦信国無双長真田丸戦国最強と続きをプレイしていきたいと思います。まずは、ナレーションの部分見ていただきたいと思います。彼の手が天下を掴むのはもはや時間の問題かと思われた。一方、勝頼は大打撃を受けた武田軍を立て直すべく当主として奮闘する。しかし信玄以来の重臣を数多く失った武田はすでに凋落の一途をたどり始めていた。そんな中、正幸はかつて理想を同じくした友との間に微妙な溝を感じるようになっていた。はい、でここからがですね、長期合戦おたての乱になります。で、おたての乱というのは謙信亡き後の上杉家の、後目争いですね。で謙信には実子がいなかったので、景勝と景虎っていうね、2人の養子の間で、どちらが家督を継ぐかという、なんて言うんでしょう、言ってみれば上杉家の中での身内での争いみたいな形になるんですけど、このおたての乱っていう、由来っていうんですかね、このおたてっていうのがですね、昔上杉の政関東管領で、いたんですけども、この上杉の政、当チャンネルの方でも信長の野望創造戦国立志伝でプレイをしたんですが、関東管領の立場にありながら、その実権勢力を急速に、失ってですね、謙信を頼るんですね。で謙信を頼られた謙信側が範政のために用意したのがこのおたてという館だったんですが、このおたてという館に景勝と景虎の景虎側がこもって戦ったのでおたての乱というふうに、言われているそうです。ではここからおたての乱を見ていきたいと思います。こちらは上杉景勝様、私は直江兼継と申す。武田のご女性恐れ入る。ご存知であろうが、武田は北条とも盟約がある。北条の後ろ盾がある景虎殿と戦うのは本意ではない。このこと承知しておいてもらおう。武田は北条とも同盟があったので、このおたての乱に景勝側として参戦することによって、北条との同盟が手切れになってしまうんですね。これも武田が信長側の攻撃、甲斐侵攻を受けた時に北条側がね、東側から迫っているっていうこともあったと思うんで、武田が滅びるための、滅びるためのっていうかな、武田が滅んでしまう一因の一つがこのおたての乱にあったんじゃないかとも言われてますが、ここでは景勝側に正幸が参戦というストーリーになっています。我らの義をあのように足様に義を貫かんとすれば武田は我らの敵になろう。されど景虎殿が上杉を継げば北条が大きくなりすぎる。武田もそれを恐れればこそ。さよう、我らはそこにつけ込んだのだ。勝頼殿は国を守るため、義にも取るとも利を選んだ。あの者は主君の胸中をよく理解している。ゆえに我らが義を唱えるのが我慢ならんのである。誰にとっても悲しい戦だ。終わらせよう。ははでは、ここからアクションパートに入っていきます。次の一手はご覧の2つになってますね。でここからが手柄になります。正幸で宇治政、宇治輝、宇治国を撃破すると、次の戦いね、次の一手が一つ解放されますねというのが手柄の中に含まれていました。ではここからはですね、例によってアクションパートに入っていきますので、再生スピード
1.5 倍ぐらいにさせていただいて、アクションパターンを進めていきたいと思います。まずは2人の武将を撃破というミッションですね。で今回はですね、プレイアブル武将としては正幸とくのいちにしています。連れてきているくのいちですね。でここで砦で100人倒せっていうのはね、あの次元式のミッションで発動してるんですけども、ちょっとですねここの次元式のミッションはスルーして、あくまでも武将の撃破の方を優先したいと思います。でさらに直江兼次と協力して3人の武将の撃破というのが加わりました。正幸はもうずっと使い続けて武器のレベルも上げてるので、まあ、かなり強くはなってますね。で一方くのいちの方はあんまりプレイしていないので武器のレベルも低く、ちょっとね攻撃面では正幸にだいぶ劣ってしまうかなというところはあります。あと正幸に関して言うと、攻撃スタイルが通常スタイルなので、撃破はすごくしやすいですね。ゴリ押しが効くっていう感じですね。今クミーチに切り替えましたけど、見ての通りかなり囲まれてしまって苦戦する感じにはなりますね。この辺りがね、正幸ぐらいになるとドーンと1回で敵を蹴散らすことができるんですよね。さあさらに2人の武将のゲビア、ここで早川殿とかね、風磨小太郎、北条勢の援軍が到着したというところになります。なのでここで海姫と風磨小太郎、早川殿のゲリラに向かいます。ここでまずは風磨小太郎ですね。小太郎と海姫を撃破していきましょう。で無双奥義で海姫と風磨小太郎を撃破すると、ミッションクリアになるのですが、ここはね狙っていきましょう。なので無双ゲージをためにかかっていきます。で無双ゲージが溜まったら2人海姫と小太郎の残りの体力ゲージを見ながらと思ったんですが、どうしたんですね。なのでここからは影虎の元に進みましょう。ここで宇治政とかが到着します。宇治政、宇治照、宇治国の3人を撃破というミッションですね。
絆を前面に出して戦う組み。北条。で、これが先ほど言ってた乗り又です。今倒そうとしてるんです。クリスク乗り又、負けなく後ろから殺す感じになっちゃいましたけどね。で、前方にいるのがウジクです。北条ウジクです。さあ、では影虎のところに向かいましょう。早川殿と影虎です。これが早川殿と影虎を撃破になりますね。はい、ということでまず1戦目ですね、無事勝利を収めました。ミッションの結果もご覧の通りになってますね。海姫を無双奥義で撃破できなかったのでね、ちょっと体力ゲージを見誤りましたね。続いて2戦目になります。これが沼田城の攻略戦になりますね。おたての乱を経て北条と手切れになった武田が沼田城を取りに行くという合戦になります。すでに勝ちは見えてる。次の一手が3つ。先ほど合戦で手柄を挙げたので北条氏国を挑発という新たな次の一手が解放されていますね。で、手柄としてはご覧の3つになります。で、ここからアクションパートに入っていきますが、例によって 1.5 倍の再生スピードで、実況の方は後からつけさせていただいています。真田本体はまず大手前の北砦を制す。おじゅうたちは東砦に向かう。ここからは北砦を制圧するため、笠原なにがしの撃破というところですね。まずはここからやっていきましょう。まあ、敵はだいぶ柔らかいのでモリモリ通常攻撃出ていけばあっさり撃破できるようなところですね。この時点では。で、続いては東砦の方に移っていきましょう。
戻る権利って感じです。でもう開門したので中に入り東区での火力に出る感じです。まあ、新設攻撃があると雑敵を一掃するのはとても楽です。無攻撃が溜めやすい。一応あの沼田城は城代が3人いて、その3人を撃破するのではなく寝返らせたり攻撃させたりという勝負条件の中のミッションに含まれているので、ここはしっかりこれを達成すべくミッションになります。気を配っていく。まずは一人目藤田の初動です。なるほど、まさにそれもらしい。用紙の安堵をお約束いただけるのであれば。藤田殿、どちらへ。まさか、竹の中に逃げられたか。王城のため働いておるのは猪俣くらいだ。次は金子だ。見事な調略じゃな。鬼上を思い出すわ。やだ、町の部君の稼ぎどころがないぞ。申し訳ありません、巨人で。ルカンだけど、人が死ぬことによってもない。敵将、撃ち取って。この過剰は、もう、まだ耐えておる。もう、援軍だ。これで巻き返せ。で、ここで北条側の援軍が来ますので、先に援軍を叩き。手こずれが後ろに。北条は、武田の贈り物を受け取ったとか。何やら、金がどうとか。で次の一手を使って北条軍の士気の低下を図ったというのが今の次です。なんと俺に見えるは北条の姫君、かなうはずのない者どもが引け。これは金子を釣り出すための芝居ですね。撤退すると見せかけて敵を場外へと引き出す。でこの金子を撃破してしまうと敵の兄弟3人を降伏ないし寝返らせるという条件が達成できなくなってしまうので、そうならないように撃破しないようにまずはこの金子を誘導していきます。で場所に金子がついた金子になってこちらに誘導したっていうことですね。正義様のご指示通り沼田城の表を閉じました。これで金子は、なんだ、両手門が閉じる、城に戻れんではないか。で金子を引きつけたら援軍が動いたか。金子の目の前で打ち果たすとしよう。敵の援軍、早川殿と北条氏殿の撃破に入ります。でこの二人を撃破すると金子も願いってことなので早川殿と北条氏殿を撃破します。ここにいました。まあ氏殿も早川殿も柔らかいので通常と攻撃と無攻撃で撃破するのはまあ難なくって感じですね。これが宇治君殿、選択の戦ではご兄弟ともども世話になりました。これで早川殿と宇治君殿として先ほど城から取り出した金子の手札に引っかかった金子が願い出ます。決められては武田にくだらず悪いようにはせん。とてもかなわぬ、武田に降伏いたす。最後に逃げる城代はいるのか。多少は船があるようだがこの状況ではない。城代さんが二人も念のためだ。沼田城は武田に
で最後が猪俣になりますが、猪俣はねもう戦わずして撤退をしてくれますので、これで勝利条件3乗台3人の人も大きくないし、狙いらしい条件をね達成することができるかなと思います。援軍に積んでた罪ではないか、猪俣殿。俺、真田、汚い手を使いよって、この恨み、決して忘れんぞ。はい、これで長期合戦、おたての乱の、合戦が終了になります。でおたての乱は合戦としては2つ、影虎の討伐戦と今見ていただいている沼田城攻略戦の2つからなってますので、おたての乱の勝利としてはいいですね。はい、というわけで今回は、おたての乱をご覧いただきました。次回はこの続きをプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんお楽しみにしていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。